どうも、レウンゲーム TV です。今回は、あつ森の部屋でできる面白い家具のアレンジ技の数々を集めてみました。壁にかけることができるファッション系アイテム、その中の一つ、パンダのリュック。普通に壁に設置すると完全にリュックの見た目ですが、仕切り壁を使ってここに同じ壁を重ねると、なんとマネキンや紐の部分がちょうど隠れて、まるでパンダが木を登っているみたいになった。狙って仕込んだんじゃないかというくらい違和感がなさすぎる。またこの動物系リュックにはクマのリュックというバージョンも存在し、こちらも同じく木を登るクマのようにすることもでき、さらにパンダとクマの数をもっと増やしてみると、木を登るパンダとクマが大量発生しているみたいなカオスな動物園のような部屋にすることもできます。他にも宮殿の柱に大量にしがみつくパンダとクマにしたり、みんなで溶岩をよじ登って脱出しようとする絶体絶命のパンダとクマたちにしたり、海の中をみんなで遊泳しているみたいにしたり、偽の商品を食い荒らしてるみたいにしたり、牢屋から脱獄しようとしてるみたいにしたりと、さまざまなシチュエーションで遊ぶことができます。楽しすぎる。またこの技を少し応用し、パンダのリュックを部屋の下まで移動させて、コウモリ凧を設置し、パンダと重ねると、新種のコウモリパンダが誕生した。フィット感がすごい。ちなみにクマと合体させてコウモリグマにすることもできます。他にもいろいろなリュック系アイテムで先ほどの壁を重ねる技を試してみると、ソードホルダーでやってみるとまるで壁に剣を飾っているみたいになり、RPG の主人公っぽい部屋にすることができ、蝶々のバッグでやってみるとまるで木に蝶々が止まってるみたいな部屋に、ブドウの収穫桶や背負いはしごでやってみるとまるでブドウ農家の物置みたいな部屋に、小悪魔な翼バッグでやってみるとまるで木や柱に翼が生えたようにデコレーションでき、楽器ケースでやってみるとまるで楽器を壁にかけているような音楽が好きな人の部屋っぽくすることができます。などなど、仕切り壁と壁掛けリュックの組み合わせでさまざまなユニークな部屋を作ることができます。可能性が無限大すぎる。以上、部屋でできる面白い家具アレンジ集でした。